ございましたら何なりとお申し付けください。いらっしゃいませ。本日もご利用ありがとうございます。いらっしゃいませ。本日もご利用ありがとうございます。いらっしゃいませ。
もう少しゆっくりお願いします。それほどかき回さなくても。素敵です、素敵です。それほどかき回さなくても。癒されますね。それほどかき回さなくても。素敵です。それほど弱みの疲れが取れますね。本日もご利用ありがとうございます。いらっしゃいませ。下手なことはしないことです。良い湯加減です。やはり湯船は最高ですね。本日もご利用ありがとうございます。何を考えているのですか。お前は何も考えていないようだな。いや、そもそも考えるなんてことがあるのか疑問だがな。それで何か不都合がありますか。神の意志に従い、その手足となり、果たすべきことを実行する、それだけのことです。意味のないことに考えを煩わせることほど愚かなことはありません。あなたの失われた記憶など取るに足りないものです。思い出したところで現実は何一つ変わりません。あなたのなすべきこともです。考えを巡らせるのであれば、もう少し建設的な思考を働かせるべきでしょう。お前は神の道具であることに満足しているのか。当然です。ですが、私は物ではありません。
私は神の代行者です。そのことを忘れないようにすることです。お前も俺と同じだな。自分が本当は何者なのか、真実を渇望し求めている。それが手に入ることはないと知りながら、だからこそ事実を認められないのだろう。認めてしまえば自分を失うことを知っているから、覚えておくことだ。真実を知ろうとしないのは、自ら魂のない人形だと認めているのと同じだということ。私が人形だとでも言いたいのですか？俺にはお前が、お前自身を必死になって探しているように見える。だがそれでいい。自分が道具であることに疑問を持ち、人形であったことを認められれば、生まれつつあるその思いがいつかお前自身を守ることになるだろう。何を。思いですって。私が何を思うというのです。私は